書き動詞とは、シソ科の植物の一種。学名は、グラコーマヘガシアサブスプ、グランディス。別名、レンセンソウ、カントリソウとも呼ばれる。和名書き動詞は、漢字で、書き動詞詞とカキ、生け書の下などで、隣接地からカキ根を突き抜けるほど、勢いよく伸びてくる様子に由来する。丸い葉が並んで見えることから、レン草ンソウという別名もある。別称は、 小児の缶の薬にする薬草にするところから、缶取り草、缶切り草と言われる。地方により、ゼニクサ、ミソバナのほか、ヤマスミレモ山セン、カジバナ、アサッペイ、カキドクサなどの方言でも呼ばれている。学名のグラコーマヘダーシアは、俗名から、ッカの一種に付けられたギリシャ名グレキンに由来し、首相名は、キズタに似たという意味から来ている。外国名は、英語で、 ギルオーバー・ザ・グラウンド、フランス語で、グレコム、リタートレストレイである。中国植物名は、日本カツケツタン。漢名では、馬蹄草と書かれ、玄禅草、積雪草は御用だとする説がある。日本の北海道、本州、四国、九州に分布し、海外では、朝鮮半島、中国、台湾、シベリア、アジアの温帯域に分布する。原野の草地、野原、 土手、道端や畑の脇などに、普通に自生する。朝根性で乾燥は好まない性質で、生育地は、日当たりの良い適度に湿った土地を選ぶ。半日陰でも生育し、茎をよく伸ばす。鶴瀬の多年草。茎や葉の全体に細胞があり、良い好機がある。茎の断面は四角く。 はじめ花がつく頃は5から20センチメートルほどの高さに直立するが、花後の茎が伸長するに従って鶴状になって地面を長く横に這い、節のところどころから根を下ろして長さ1メートル以上になる。ところどころから出る横へは時に多少立ち上がって高さ30センチメートル前後になる。葉は耐性し、長さ1.5から10センチメートルの長い傭兵がつき、傭心は 水蓮の葉のような円形から狭い線形を切り取った形で大きさは長さ1.5から2.5センチメートル幅2から4センチメートルで葉園は波形に浅い巨子がある一般に春の葉は小さいが夏の葉になると大きくなる柔らかくシワがあって毛が生えている葉は揉むと強い香りがある開花期は春頃で 体性する溶液から一本ずつ花が出て一からに三個並ぶ。花色は薄い紫から淡べに紫色でよく目立ち、神経で長さは約20ミリメートル。花の下唇は四列して、内面には濃厚紙色の斑点と縮れた毛がある。額は筒状で長さは8ミリメートル、五進列して先が鋭く尖る。茎や葉を乾燥させたものは、 お茶代わりに飲めば健康維持やダイエットに良いとし、各地で特産品売り場などで販売もされている。若葉は食用となり、悪を抜いて、和え物やおひたしに調理される。禅僧を乾燥したものは、和酒、禅禅僧、中国酒、金銭僧という名で木薬にされ、子供の缶の虫に効くとされる。このことから俗にカントリ取僧の別名がある、地上部の形容には、 精油としてリモネン、このほかウルソール酸、小酸カリ、コリン、タンニンなどを含んでいる。一般に精油には高揚した気分や高ぶりを鎮静する作用があると言われている。過去の研究によれば、柿同士の温水エキスを糖尿病の動物に与えた実験で血糖効果作用があることが認められるとした報告もされていて、糖尿病治療にも応用できることが 日本小薬学会で発表されている。しかし、動物実験により、糖尿病に良いとされる発表については、これを疑問視する人もいる。小薬の連前草は、4から5月頃の開花期に、地上部の形容を採取して、陰干しにしたものである。髪型の花が残っている頃に、茎を切って水洗いして、20本ほど束ねて、風通しの良い日陰に吊るして、陰干しにする。 民間療法では、尿道血跡石、炭石、利尿、消炎薬として、連前相追加治療5から15グラムを、約500から 600cc の水で半量になるまで、煮詰めた煎じ汁を、1日3回に分けて分けて服用する用法が知られる。尿道血石には、ウラジロガシと一緒に、炭石には瓦ヨモギと一緒に煎じると良いとも、言われている。幼児の缶の虫には、 前期の3分の1両以下の連禅層の煎じ汁を用いるとされ、苦いので甘みを加えて複数回に分けて服用するものとされている。このほか、湿疹の患部に煎じ汁を直接塗ったり、糖尿病予防に服用するといった民間療法がある。冷え症や妊婦への服用は禁忌とされている。栽培品種に歯に白斑があるものがあり、ヨーロッパ原産の不入り種は見た。 木の美しさから俗名のグレコマという名称で園芸やグランドカバー目的に栽培、販売がされている。主に花壇の縁取りやロックガーデンなどに植えられる。抽出物には血糖値効果作用、体内の脂肪や血石を溶解させる作用があるなどとして漢方薬、ダイエット茶とされることもある。しかし、国立健康、栄養研究所によれば、 人での安全性を証明する十分なデータは不足している。また、過剰摂取をすると、胃腸粘膜や腎臓の炎症を引き起こす可能性、ワルファリンを成分とする医薬品との相互作用、発作性疾患のある人は使用禁忌、腎疾患、肝疾患に罹患している人は使用禁忌などの注意が促されている。一方、研究によるマウスやラットによる動物実験で、 発毛効果、血糖上昇抑制、血圧上昇抑制などの効果があることが報告されている。ABC 大島俊明監修 2002P109 岩月秀明街でよく見かける雑草や野草がよくわかる本週話システム2006年11月5日 ISBN4 から 798014850P63 亀田隆吉二千十二 2012P42ABCDEFGHIJK 田中孝治 1995P77ABCDEFGHIJK ババーツシ 1996P36 雑草図鑑 ABCDEF 近田文博、監修亀田隆吉、有沢重雄著 2010P75ABCDEFGH カイしたかタ九1995 P124 ABCDEFG 木村明二郎2005 P106 ABCDEFGHi 本田正次監修1990 P216 ABCDE 河原克幸2015 P115 AB 柿動し、連戦層カントリ層健康食品の安全性有効性情報天然由来 柿同シエキスの発毛促進効果期待学第40巻1号、一瞬03866106ットにおける、柿同シ抽出物の血糖値、上昇抑制作用日本食品科学工学開始、ボリューム54ナンバー 9P412 から414、本体性高血圧自然発症ラットにおける、柿同シ抽出物の血圧上昇抑制作用日本。 食品科学工学開始ボリューム54ナン、no. バー 9P415 から418ありがとうございます。